皆さんこんにちは、もとみです。今回は前回の Q&A 動画の続きで大好きなビールを飲みながらゆるく楽しく語っている動画になっています。前回よりも結構プライベートに踏み込んだ深い話もしております。ちょっと長尺になっておりますが、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ではスタート。じゃーん、今回買ったビールはこちらです。ビッグウェーブっていうあのビールですねを買ってきました。これ大好きです。で、あともう一つがじゃん、渋生なんか渋谷区限定のビールだそうです。これさ、スクランブル交差点の絵が入ってたりするんですよ。面白い。なんかこっちの方がきっとふくよかな、ちょっと奥行きのある味わいって書いてあるから、ちょっと濃い感じかなって思うので、一旦先にこの軽い感じで飲みやすいビッグウェーブを飲みたいと思います。美味しいんですよ。いきます。やばい、全然泡出なかった、失敗。でも美味しそう。いただきます。やっぱり淡麗とはまた全然違う、この香りがいいね。本当に香りが美味しい。はい、ちょうどカメラの電源が切れて今充電をしておりました。はい、で充電をしてる間にお酒飲んだら、もうビッグウェーブがあとちょっとになってしまいましたので、最後これを飲んで渋生を飲みたいと思います。はい、うー美味しい。ちなみにナムルは空っぽです。これめっちゃ美味しかった。何回言うねって感じだけど、本当に美味しかったから、ぜひ作ってほしい。じゃあはい、こちらの渋生をいただきたいと思います。会社が渋谷にあるんですよね。なので会社終わった帰りに渋谷のスクランブル、スクスク、スクスクって何、正式名称何、スクランブルスクエアで合ってる、合ってるのか、スクスクでにある紀ノ国屋で買いました。このビールはおしゃれですよね。あの会社のその近くの紀ノ国屋で買わないとちょっと間に合わなかったんですよ、その日夜。今の私の住んでる家の近くのスーパーはもう早く閉まっちゃうので、仕事が終わるの遅いと大体あの辺で買ってくるんですけど、紀ノ国屋って高いですよね。成城石井も高いですよね。なんですけど、売ってるものは大好きです。はい、じゃあそしたら渋生いただきます。なんかね、色味はちょっとオレンジ、あーなるほどね、うん、美味しいんですよ、普通に美味しいし、飲みやすいかで言ったら苦手な人はいるかもしれない、どうなんだろう。なるほど。あー、これビール酵母に加えてワイン酵母と日本酒酵母が入ってるそうです。そういうビールだからか、なんか味わいがあのそれこそ淡麗とかこのビッグウェーブとかとはなんか全然違う味わいがあります、これには、うん、確かにこれはふくよかっていう言葉が一番合うもう私の語彙力ないけど、でもなんか美味しいです。美味しいし、あのクラフトビールとかちょっと癖のあるビールというか、そういうのが好きな人は多分めっちゃ好きだと思う。普通に美味しいし、渋谷でしか飲めないというか、渋谷区限定というビールであるっていうところがまた美味しさを増してますね。美味しい。はい、すいません、お待たせしました。ではですね、次の質問に行きたいと思います。はい、これだけは許せない男性の行動はありますか？ありがとうございます。なるほど。なんか私は旦那さんとか彼氏にするときに、なんか自分が尊敬できる人がいいなって本当に思うので、私すごい涼太郎さんのこと尊敬してるんですよ、本当に。なんか私は結構ふわふわしてるタイプなんですけど、涼太郎さんってすごい軸がしっかりしてて、自分の意見をこう自分の意見として持ってるんですよ。日本語化式でもなんかそうなんですよ。なのでなんかそういうとこもすごくいいなって思いますし、尊敬できる人であってほしいなって思うので、
それと逆な感じで言うと、これだけは嫌だなっていう男性は自分が尊敬できない人なので、なんだろう、店員さんにすっごい冷たい態度取る人とかいるじゃないですか。私もともと新卒でホテルで働いて、龍太郎さんはすごい優しいです。それで行くと、あの店員さんとかにも、なんかそういうのとかは私すごい素敵だなと思っていつも見てます。意外と時間経ってるのにあれですよね、なんか全然質問答えられてないので、ちょっとサクサク答えていきたいと思います。はい、じゃあ甘え方を教えてほしいですと。甘え方ね、なんか意識してやってることじゃないからあれなんですけど、でもとりあえずなんかね、あの名前を呼びます。でもこれ結構私だけじゃなくて両太郎もなんですけど、甘えたい時は甘えたいって言うんじゃなくて名前を呼びます。お互いのお互い名前をなんかただ連呼してるだけで、その先に何もないんですけど、なのでなんか名前を呼んでみてください、この回答でいくと。はい、じゃあ次、あ、好きな芸能人はいますかっていう。だって、私中学生の頃からいるんですよ、好きな芸能人。でもあんまり前なんか知ってる人はあんまいなくて、ただ顔とか見るとみんなあーってなるんですけど、それが誰かっていうと、私竹財照之助さんっていう人が本当にタイプなんですね。中学生ぐらいの時に砂時計っていうドラマを見た時に好きになって、プラスなんか未来予想図とかなんかいろんなのに出てるんですよ。いろんなのに出てるんですけど、なんか意外と知らない人多くて、でも私はすごいタイプ大好きなんですね。なので好きな芸能人はいますかって言ったら、大体私は竹財照之助さんですって言います。はい、じゃあ次行きましょう。あとなんかよく来てたのがあれですね、いい人に出会えず信念なくしてますとか、出会いは欲しいのですがいい人に出会えませんとか、あとはあ、これもあったね、31歳で離婚し、その後この人と思える人とも出会えず、男性不信も少しあり、でも結婚したい。本美さんは離婚後ラブイズブラインド出る以前は恋愛していましたから、よかったら教えてください。恋はしたいし結婚はしたいけど怖いのと、好きになれる人と全然出会えないですと。なんかこういう出会いの場に行ってもいい出会いがないですとか、なんかこういう出会い関係の、ご質問とかご相談もよくいただいてました。難しいですよね。私もなんならラブイズブラインド出る前、結構別に彼氏欲しくないとか、彼氏いらないとかそう思ってる時は全然もう本当そういう場にも行かないし、もう本当にずっと仕事してるだけだったんですけど、なんか彼氏欲しいな、なんか好きな人欲しいなと思った時は行動はしてました。でなんかこう友達と一緒に飲みに行ったりとかもそうだし、なんかそういう出会いがありそうな場に行くもそうだし、あとはなんか普通にマッチングアプリとかもしたことあります、あるけど、なんかそういう時こそあんまり出会えなかったなっていう気がしてます。でかつ求めてる時ってあんまでなんかなくて、求めてないんだけどこうサクッと飲みに行った場にいい人いるとかはありました。なのでこうあんまガツガツ行きすぎるのは良くないのかなみたいな、なんかそのいい人に出会わない時は逆に自分をこう磨く時期なのかなとか、自分に視点を当てる時期なのかなみたいな感じで思うようにしてたら、自然とこう出会いが増えたかなっていう気はしています。はい、でもそもそもね、まあ出会う場に行かない出会いがないので、私は結構ふっかるだったので、なんか友達からこういう飲みがあって来ないとか言ったら、まあなんか予定が本当につく、つかない時はことあるけど、つく時は大体あ行く行くみたいな感じで結構フットワーク軽く行ってましたね。はい、で離婚後ラブイズブラインド出る前以前は恋をしてましたか、は離婚したのが私21歳の時なんですね。だからさすがに恋愛してましたっていう感じですね。でこのなんか離婚理由何だったんですかとか、なんかそういうのも結構いただいてたんですけど、まあ何だろうな、
番組の中でも私は離婚理由は語らなかったんですよ。カメラの前では言いたくないですっていうのをちゃんと制作陣の方に伝えさせていただいてたんですね。で、なんなら涼太郎さんとかにもカメラがある前で本当に離婚した理由とかは言いたくないっていうのは言っていて、ただまあなんか本当に一緒にポットを出るのであれば知ってもらわなきゃいけないことだと思うからって言って、結構事細かに離婚理由をちゃんと書いて涼太郎さんには渡してます。でそれに対しての、まあ、アンサーがラブイズブラインドで実際に写ってる手紙のやり取りが本当にその時の手紙なんですけど、私の場合はその離婚理由はまあいろいろあったけども、なんか最終的に離婚を決意したのは結構自分の体に異変が起きたからだったんですね。誰にも相談できない状態にあってその時で、そのストレスをずっと自分で抱えてたら、なんかある日突然こう血尿みたいなのが出たりとか、なんか体重が35、6キロぐらいまで落ちて、なんかまあ40キロいかないぐらいの体重ぐらいで大体自分は推移してたんだけど、35キロに近づくと結構カリッカリなんですよ、私って。なんかその今の私の身長的に、だからお尻が全然脂肪がなくなって座ってるのも辛いみたいな、結構その体にガタが来てて、でこれやばいってなって母親に相談して、で相談したらなんかそのすぐマットその時こう迎えに来てくれて、なんかそのガタ体にガタが来た時に初めて、あこの痛いなんか我慢しちゃいけないんだって私は感じて、こう分かるよっていう決意がそこにできたっていう感じでした。難しい、もうこれはね、離婚理由ってさ、なんかカップルが別れる理由もたくさんあるじゃない。なんかで私もその最初の結婚で別れる理由はまあいろいろあったけど、でもその後は本当に私も人間不信になったんですよ。なんかもう恋愛したくないってなったし、なんか涙が枯れるってこういうことかってその時人生で感じて、なんか私ストレス発散方法が泣ける映画を見て泣いてストレス発散をしたいっていうのが私のストレス発散法だったんですけど、で特にその泣く映画だと、その私の頭の中の消しゴムっていう韓国の映画があるんですけど、もう私それ見たら、それまで100発100中泣けるぐらいな、もう見たら絶対泣くぐらいの映画だったんですけど、なんかその離婚とかが起きてもう自分がいっぱいね、自分のことでいっぱいいっぱいになって泣いたりとかしてた後にそれを見たら本当に泣けなくて、あとなんかラブストーリーとかのなんか全然ストーリーが頭に入ってこないみたいな、なんか結構心が病んでた時期があったんですよ。ただなんかそれをまあ乗り越えるためというか、なんかどうしたらいいんだろうってなって、まあ、本当に私の両親が本当に素敵で、海外行ってみたらみたいな感じでオーストラリアに留学行くことを、まあ、進めてくれて、私も海外行きたいで、親も行っておいでっていう、なんかそれで私は海外にそのまま1年間ワーキングホリデーでその留学に行きました。で行ったらね、やっぱ自分の過去とか含めて自分を知らない人しかいない世界に行ったんですよ。それが本当に救いで、それこそ本当に最初涙も出ないとか、なんかいろんなねことがあったんですけど、まあ、そこで出会った人たち、出会った出来事、いろんなことが自分のことをこうどんどん浄化させてくれて、なんかこう人間味のある自分を取り戻したっていう感じでした、その1年で。だからなんかそのいろんな出来事があった後に私初めて涙を流した時はもう忘れなくて、涙流れたみたいな、目から涙が出たみたいな感じで、まあ、なんか別に涙がねなんか全てじゃないんですけど、でもその本当にそのぐらい涙が枯れてたので、その時ってなんかこう涙が出たことに感動だったし、その涙が出る出来事にも感動だったし、なんかそのそこで本当に感情、なんか人間の感情を取り戻したみたいな感じでした。
次の質問に行きたいと思います。じゃあ結構ちょっとね、もうビールも3本目になって、まあいい感じにちょっとほろ酔いな感じなんで、ちょっと深い話もしていきますか。あ、嫉妬しないためにはどうしたらいいですかっていうのが何件かいただいていて、あとその私と同じように結構その旦那さんが仕事の都合上帰ってくるのがすごく遅いですとか、休みが合わないですとか、そういうのもいくつかいただいてたんですけど、私は本当に昔は嫉妬深かったですね。なんですけど今涼太郎さんに対しては本当になくて、まあ普段ね美容師さんやりながら、しかも女性限定、お客さん女性限定でやりながらね、バーで働いてっていうことをやってるので、結構まあ普段からなんならすごい女性を相手に仕事をしていて、なんか不安になりませんかって言われるんですけど、なんかそれを言われたら不安になるけど、なんか私自身としては全然気にしてなくて、私前職リクルートで働いてる時にずっとこう美容師さん相手にしてる仕事だったので、なんか美容師さんがどういう仕事とかとか、美容師さんがどういう心持ちでいるのかとか、なんかその美容師さん界隈のこともまあ理解はある方かなと思っているので、なんかそういうのもあるかなと思います。をね、なんか勝手なイメージで持ってたらあれだけど、なんかその今までの自分の経験上いろいろ知ってることもあったりとかするので、なんかそういうのも含めて、なんかあんまり不安に思ってないのかなと思います。答えになってるのかな。りょうたれも普通に女の子いっぱい可愛い人とかモデルさんとか芸能人とかもねいっぱい見てきて、周りに華やかな人もたくさんいて、もう何百倍も素敵な人たくさんいると思うんです。だし中身が素敵な人もすごくいると思うんですよ。ただりょうたれのちょっと癖のある部分とかなんかそういうのも含めて、なんか包み込んであげられる人は私しかいないって私は思ってます。彼を普通に旦那さんとしてもですし、普通に男としてもそうだし、彼を人間としてもだし、そういういろんな方向性で見ても誰よりも私は彼のことをすごく好きだなと思う、好きだなと思うし、すごく大事にしている自信があるので、なんかそこは問題ないかなって思ってます。なんか嫉妬とかねしちゃう時もあると思うんですけど、自信を持ってくださいって私は言いたいですね。誰よりもあなたのこと愛してますよっていうのをちゃんと伝わるようにしてれば問題ないです。嫉妬する必要なんてない、心配する必要なんてないです。で私は言い聞かせてます。はい、じゃ次の質問いきましょう。私も旦那さん夜勤が多く夜いない日が多くて、もとみちゃんも寂しくないですか。極力起きとくように私もしているのですが、次の日仕事もしんどくてどうやって両立していますかと。わかる、私もね、なんなら涼太郎さんより遅く寝て涼太郎さんより早く起きるという生活をずっとしているので、めっちゃわかりますこれ。し、まあ、まず最初のこの寂しくないですかっていう質問に関しては寂しくないです。なんか寂しいなって感じる時ももちろんその自分のコンディションによってあったりはするんですね。例えば仕事ですごいやられて、なんかこう誰かと飲みたいとか、なんかこの話を涼太郎さんに聞いてほしいとか、なんかそういった時に寂しいって思うこともあるんですけど、なんか普段涼太郎が夜遅いからとか今日いないからで寂しいと思うことあんまなくて、あいないならこれしようとかあれしようみたいな、一人でできることをめっちゃこう考えてワクワクするようにしています。例えば今ならこうやって YouTube 撮影するのも、なんか両種がいるとちょっとねできしづらいじゃないですか。こういう話もできないから両種がいない日に撮影しようと思うし、あとは普通にプロジェクターをいただいたんですけど、結婚祝いでねプロジェクターをいただいたんですけど、プロジェクターを見てお酒飲んでダラダラしてみたいな、ウェーってやってる姿とか、なんかまあ2人でもちろん見てもすごく楽しいと思うんですけど、なんか1人で自分が見たいものを見るっていう、なんかそれがすごく楽しくて、特に私と涼太郎は見たいものはあんまり被んないので、
なんか私が見たいものを見るっていうところでは、なんかその時間ってすごい私は幸せなので、あんまりなんかそういう一人の時間を楽しんでいるとあんまり寂しくないかなと思います。次の日の仕事はしんどいのはめっちゃわかります。めっちゃわかる。私も本当に次の日辛い。超ショートスリーパーになりました。私だいたい2時か3時、遅い時4時ぐらいに両タレ帰ってくるんですよ。私も起きちゃうし、その時だし、普通に帰ってくるの待ってるし、だいたいなんかね、1日全く顔合わせないのってどうなんと思うから、私はね、なんか極力自分の睡眠が持つ限り待ってるんですけど、次の日は普通に朝めちゃめちゃ辛いです。なんかでも継続的に、あ、もういなんならその朝辛いだけじゃなくて、お昼夜とかも辛いってなってるわけではなくって、朝起きる時が辛いぐらいです。なんかそのアラームがもう何、あの何回もずっと鳴り続けるみたいな、止めても止めてもないですけど、はーっていう時間が辛い。そのぐらいですかね。あとは別にそんな、なんかもうちゃんと起きて、その後ちゃんと起きてメイクして会社行って、会社行ったらもう秒で1日終わるから、もうなんか忙しすぎて会社行ったらもうそんな、なんか今日疲れたなとかあんま考えてる暇なくって、もう普通にわーってずっと仕事してるから、もうアドレナリンももうブクイングイン出てて、だからなんかそんな感じです。なんか一日が本当に充実してるなっていう感じですかね。これはすごいありがたい、今の自分のいる環境が本当にありがたいっていうことですね、はい、これでもだいぶ多分もう撮ったんじゃない。なんかね、もっと答えたいのいっぱいあったんです。なんか本当に、 あとね答えたかったのは、頑固な彼が降りてくれませんとか、なんかこの分かるよっていう、もう両タレとめっちゃ一緒やんみたいな、彼を持ってる彼女さんからのコメントとか、なんかそういうのもすごい答えたいなって思ったんですけど、ちょっと時間が足りないので、また別の動画で答えられたらなっていう風に思います。まあ、とりあえずね、すごいたくさんみんなありがとうございました。そして私は美味しいおつまみを食べながら、こうやってビールを、大好きなビールを飲みながら語れたのがすごい楽しかったです。ありがとうございます。明日はね、実は朝早いんですよ。で、どこに行くかっていうと、あの涼太郎さんが2日連続でお休みを取ってくれて、かつみどりちゃんと渡るさんも一緒に休みを取ってくれて、というのも私たち成立したカップルが、まあなんならあのラブイズブラインド撮影の時に初めて会ってから1年が経った、まあ、記念の週なんですね。今週ってファーストアニバーサリーの週なので、まあなんかその記念日旅行みたいな感じと、なんならもう新婚ほやほやの私たち夫婦のダブル新婚旅行みたいなのをちょっと行ってきたいと思っています。明日から行ってきます。ね、山梨かな、山梨だったかな、なんかノームっていうすっごいおしゃれなホテルがあって、そこをオープン前なんですけど、あの特別にね、あの貸し切りでご招待していただきまして、あの涼太郎さんのお友達がやってるところなんですけど、本当にありがたくて、なのでちょっとそこにね、あの水戸渡夫婦と元涼夫婦で4人であのダブル夫婦デートをしに行きたいと思っています。明日から楽しみ、超楽しみ。なので今日はね、あのもう1時ぐらいになるので、もう1時なんだやばいねなるので、あのお風呂に入って準備をして、明日の準備をして、明日からのお楽しみに備えたいと思います。ではここまでにします。ではバイバーイ。ということでいかがでしたでしょうか。ほろよりちょっと回答にまとまりがない部分もあったかと思いますが、お許しください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。